ワスプマイナス 6B は水亀座の方角に約1000光年の位置にあるワスプマイナス6の周囲を公転している太陽系外惑星である。地球と太陽の間の距離のわずか4%の軌道を公転している。質量は木星の半分程度であるが日射量により熱膨張し半径は木星よりも大きくなっている。2019年世界中のすべての国 または地域に一つの境外惑星系を命名する機械を提供する IAU100NM e x e w o r l プロジェクトにおいて WASP-6B はドミニカ共和国に割り当てられる境外惑星となった。このプロジェクトは国際天文学連合100周年事業の一環として計画されたイベントの一つでドミニカ共和国内での先行国際天文学連合への提案を経て 太陽系外惑星とその主星に固有名が承認されるものであった。2019年12月17日、IAU から最終結果が公表され、主星ワスプマイナス6はマーフー、惑星ワスプマイナス 6B はボイナヤルと命名された。いずれもカリブ海周辺の島々に居住している他、イノ族に伝わる神話に登場する神の名前にちなむ、もので、マーフーは、 太陽の守護神でもある干抜の神、そしてボイナヤルは土を肥やす、雨の神の名前にちなんでいる。エクソイオである、ワスプマイナス 6B アインが存在する、可能性が示されている。ウィキメディアコモンズには、ワスプマイナス 6B に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。